脱力っていうことをやってます。次も脱力です。先ほどは両手首をつかまれた時に手首を脱力しましょうということでした。でさらにね、もっとグッと大きな負荷がかかった時の動きをやってみました。はい、もろ手と、はい、こう取られましたね。もうここ完全に動かないように、ちょっと動かそうと思ったらグッと掴んでる感じで、はい、ガチの手やる。はい、よし、おい、抜くと、力を入れると抑えられます。どっち動かしても、もっともっとしっかり掴むんや、もっとしっかり掴む、どっち動いても動かせん、これ動かへんね、動かへん時にどうするかというと抜くんです。いいですか。切り返しはこう入っていきます。肩から先完全に脱力をします。でそれだけではなかなか難しいので、肩から先を完全に脱力したからというて何にもなれへんのです。どうするかというと、ここを動かさないで完全に掴ませてる代わりに体を動かしていきます。この手を動かしてるんじゃないです。 肩から先を完全に脱力してる代わりに腰の位置を下げました。で後ろへ回りました。でここも完全に脱力したまま体をこっちへ向けただけ。思い切り掴まれてもそこを忘れます。その代わりそこ以外のところを非常に柔らかく使って動かしていってください。今はちょっともうちょっと掴めるな、頑張れ。はい、はい、掴める、すっ、危ない、いいですね。はい、やってみましょう。あ、やばい。もっともっと抑えてる。難しい。そう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 。腰には力が伝わらないでしょ。腰に力が伝わらないんですけど、今こうやってやったら腰には力が伝わらない。あ、全然違うやん。手の力。手の力。もう手は動かしたから。そうや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 。うんうん、まあまあいいな。ここから先これをこうやったらやらんと、これをここでここでこうやったら、この腰を動かして動かせ、腰を動かせ、そう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 、マジか、やっぱり ここでここのこの力がかかると、やっぱり山田さんすごい強いから筋力があるから、これを何どこででもどこでもぶつかっても分かんない。グッと取られて絶対動かないようにしてください。動かへんとこう入ってる。なんかもう掴ませたままにしておくことが大事です。ここは動かさない、動かさない、うん、今上がる、自分が上がる、ここで上げようとしてるでしょ。完全脱力、完全脱力、完全脱力して腰が吸ったから、腰が吸った、そう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 、そういう感覚。それをいろんなところにも全部そういう形でやっていくと伝わります。ここの力、おお、うまいうまい。あ、伊藤さん、いい、あ、いいですね。ああ、素晴らしい。いいです、いいです。さすが。